夢に向かって、まあ、自分が目指しているのは世界一なんで、初優勝した時の他で得るようなことができない感動がありますね。自分だけではなくチーム一丸となって戦うスポーツでもあるんで、その後ゴールして表彰台に行って、徐々にやっぱ実感が湧いてきて、その表彰台から見る景色も違いましたし、すごい経験だったなと思いますね。まあ世界で戦うにはもうあっちを拠点にしないと今いけない状況だったんで、まあ、自分が目指しているのは世界一なんで、そこにたどり着くにはどうしたらいいかって考えた時にはヨーロッパに行くのがチャンスだったんで、そのチャンスをつかめたので、それの波に乗っていけたって感じですね。そこにたどり着くまではまあなかなか厳しい状況は続いてましたね。2016年ぐらいまではポンポンポンと行けてたんですけど、その16年から17年に世界選手権の舞台に初めて立った時に、やっぱり世界のレベルに圧倒されて、2017年、18年、その2年間はすごい苦しかったですね。来シーズンは、ほぼ前線、こう表彰台争いして、で、まあ、もっとこのモータースポーツを広めれるように、自分なりに頑張ってメディアとかにも伝えて、それをするにはまあ結果が必要なんで、世界チャンピオンっていうのが一番目標にしてます。ステップアップしていって、最終的にあの一番上の MotoGP クラスで世界チャンピオンになって、で、行くのが一番ベストで、まあ、それプラスこの日本であのこういうスポーツがちゃんとあるんだよっていうのをもうちょっと広めていきたいっていうのはありますね。